2023年9月場所は横綱照ノ富士の不在で始まりました。ですが、カド番だった大関の貴景勝が優勝決定戦で若手の熱海富士を下し、大関としての責任を果たしています。そんな貴景勝ですが、優勝決定戦では立ち合いから変化を選択し、若手の挑戦を真っ向から受けずに勝利したのです。そして、熱戦を期待していた館内からはため息が漏れます。4回目の優勝を決めた貴景勝ですが、変化での優勝ということで後味は悪く、ファンや関係者から批判の声も聞かれました。そこで今回の動画は、なぜ貴景勝は決定戦で卑怯な変化を選択してしまったのか、そしてこの低たらくの優勝でも綱取りへの起点となるのかについて考察させていただきます。大バッシングの大関の変化。2023年9月場所序盤から若手の熱海富士が活躍を見せ、千秋楽まで優勝争いを演じました。ですが、カド番の大関貴景勝も大関の意地を見せ、直接対決では熱海富士に力の差を見せつけます。一時は優勝争いの先頭に並んだ貴景勝でしたが、14日目には新大関の豊昇龍に敗れ、優勝争いからは一歩後退してしまいました。しかし、千秋楽で熱海富士が大関経験者の朝乃山に負け、貴景勝が白星を重ね11勝4敗としたことで熱海富士との優勝決定戦となりましたが、貴景勝は立ち合いから変化を選択し、決定戦は一瞬で勝負が決まってしまったのです。大関と若手の決定戦ということで、お客さんも熱戦を期待していましたが、あまりにもあっさりとした決着に失望の空気が流れました。そもそも貴景勝と熱海富士は13日目に取り組みが組まれていますが、ここでは大関らしい相撲内容で勝っています。また貴景勝は千秋楽の大栄翔戦でも突き押し同士の熱戦を制し、決定戦に進出していました。つまり期待が絶頂の中での変化だったため、失望がより強く感じられたとも言えます。決定戦の相撲を見た元横綱の武蔵丸は、本割が良かった分残念だよね。休場明けで体は万全じゃないと思うけど、若手相手に逃げちゃダメでしょうと変化に対して批判的なコメントをしています。また当日テレビ解説をしていた舞の海も、相手は平幕なんだから立ち合いで受け止めてほしかったとはっきりと貴景勝の変化に苦言を呈しています。また SNS 上ではファンからの批判の声も多く、情けなくて失望した、これなら負けた方がマシだろ、大関として取り口がせこすぎるよなどとかなり厳しい意見も多く見られました。そもそも貴景勝としても決定戦での変化は批判されることは分かっていたはずです。ではなぜ彼は変化という選択をしたのでしょうか。貴景勝の譲れない意地。貴景勝は優勝インタビューで、今日は絶対に負けられない、絶対に勝つという強い気持ちでやりました、右差しを徹底して封じようと思っていたと立ち合いの意図を語っています。そして貴景勝自身は立ち合いで決まるとは思っていなかったようで、ああいう形で決まるとは思っていなかったとも答えています。なお貴景勝は前の場所を怪我で全休しており、この場所はカド番で迎えた場所でしたが、初日から黒星を喫してしまい、序盤からカド番脱出が危ぶまれていました。しかしなんとかそこからは連勝を続け、千秋楽の優勝決定戦に進んでいます。千秋楽では本割で熱海富士が朝乃山に敗れ、貴景勝が大栄翔に勝ったことで優勝決定戦が実現しています。ただ貴景勝はスタミナに問題があり、1日に2番も相撲を取るのは体力的に厳しいという面も指摘されていました。2022年11月に貴景勝は優勝決定ともえ戦に進出していますが、この際も本割で相撲を取り終わり、決定戦が始まるまでの時間では体力が回復せず、肩で息をしたまま花道に現れています。今回本割の相手は大栄翔で、同じ突き押し相手のため激しい一戦になりました。つまりここで体力を使い果たしてしまい、決定戦を戦う体力が残ってなかったと考えることもできます。そして横綱が不在の中、大関として意地を見せるため何が何でも優勝したいという思いもあったのでしょう。本来であれば突き押しで勝負したかったはずですが、こうした様々な思いが重なり変化を選択した可能性が考えられます。ただインタビューでもその思いを語っていましたが、熱海富士のパワーを警戒していたことも間違いなく、その実力を認めていたことの証明とも言えるでしょう。新世代力士熱海富士、
熱海富士は伊勢ヶ浜部屋に所属する力士で、デビュー場所となる2021年1月場所、序ノ口で7戦全勝での優勝を決めています。そして翌場所は序二段で全勝優勝、さらにそのまま負け越しすることもなく、幕下もわずか4場所で通過を果たしています。前相撲から所要8場所での関取昇進というスピード記録、さらに19歳での十両昇進というスピード出世でした。新十両の場所では7勝8敗と初めての負け越しを経験をしますが、その後は勝ち越しを続け、2022年11月場所で幕内に昇進しています。この快進撃には多くの親方衆やファンが今後の活躍を期待していましたが、新入幕の場所では4勝11敗と幕内の壁に跳ね返されています。序ノ口時代から可愛らしい表情でインタビューを受けていたこともあり、女性ファンからの人気も高かった熱海富士ですが、元横綱北の富士も熱海富士を高く評価していた一人です。北の富士は自身のコラムの中で幕下時代の熱海富士を取り上げ、この力は将来の大関横綱候補だねと高く評価していました。さらに新入幕の場所で跳ね返された熱海富士についても、今場所は家賃が高かったという感じだね、十両に落ちてもまた上がってくればいいし、これからが大事なんだよと奮起を促すとともに期待の高さを記していました。そしてその言葉通り、熱海富士は十両に陥落してから実力を重ね、十両陥落3場所目では13勝2敗の好成績を挙げています。さらに翌場所は11勝4敗で十両優勝を決め、再入幕を果たします。そんな中で熱海富士は幕内優勝争いを演じており、新入幕の時と比べてもはるかに力強さが増していたことがわかります。このように関係者からも高い評価を受けている熱海富士に勝ち優勝を決めた貴景勝ですが、この結果翌場所以降の綱取りの声も噂されています。しかし11勝4敗というレベルの低い優勝や決定戦での変化などマイナスな要素も多い優勝のため、綱取りに否定的な意見も少なくありません。貴景勝の綱取り、貴景勝のこの優勝で翌場所が綱取りになるのかは関係者から明言はされませんでした。取材陣に対して佐渡ヶ嶽審判部長は、大関の責任は果たしてくれたが内容が良くないね、ああいう相撲は見たくなかったと相撲内容の悪さに苦言を呈しています。そして綱取りについては、レベルの高い優勝ならまだしも初戦11勝ですからねと翌場所の綱取りについて可能性の低さを示しています。元横綱稀勢の里も貴景勝の変化について、勝つためには有効でも横綱を狙うために失ったものも多かった、優勝4回は評価されても綱取りへの期待は上がっていないとかなり批判的な意見を残しています。過去に大関が2場所連続で優勝を決め横綱に昇進しなかった例はありませんが、来場所も今回のような成績では優勝しても昇進が見送られる可能性もあるでしょう。ただ貴景勝自身は、綱取りでもそうでなくてもやることに変わりはない、自分の相撲を取り続けるだけと述べています。周囲の期待を裏切り変化で優勝を決めた貴景勝ですが、この場所は本人としても様々な葛藤があった上での選択だったと言えるでしょう。内容も成績も決して良いとは言えない優勝でしたが、その分来場所は文句なしの突き押し相撲を貫くことが期待されています。周りの大関が不調の中しっかりと優勝に絡んでくるところは貴景勝の実力を証明しているとも言えるでしょう。そして現在の大関の中で最も横綱に近いのも貴景勝と言えるでしょう。久しぶりの日本出身横綱が誕生することを多くの相撲ファンは期待しており、今後の貴景勝がどのような相撲を見せてくれるのかに注目が集まります。